NF パンチ職業のすすめテック編 <laughs> はい、えー、さあ今回の NF パンチは音楽業界のさまざまな職業にスポットを当てる職業のすすめをお届けしていきたいと思いますテックとは一体何なのか、はい、岩寺さん、はい、今日はあのナビゲーターということで<あ>ナビゲーター なんですけども、はい、ま,まあ僕たちまあ、サカナクションというバンドの中でも、うん、テック、まあ、ローディって言い方もしますが、うんね、大事な職業ですよね。はい、皆さんにこのテックやローディーというお仕事が一体どういうことなのか、今回このコーナーでいろいろと紹介していきたいと思います。ということで、今回はテックさんにお越しいただきました。今回、その中でもギターテックの皆さんにお越しいただきまして。 自己紹介がてら、お名前とテック歴、そして担当ミュージシャンを。えー、教えていただきたいと思います。それでは、お願いいたします。シャブさんから、お願いします。山本清志と申します、えー。そん、こんなことをやって、まあ、三十年ぐらいになります。三十年。一番長いことお世話になったのは、清志郎さんです。ああ。なるほど。今の業者、ね。いろんな方にお世話になっ。 うう、ちののギギタターー岩もをそシャブさんのアムリタギターっていう、えー、とギターのお店を渋谷でやってらっしゃすで、はい、そこのギターを僕も使わせてもらってますありがとうございますギターの制作もやられたりしてるってことです、ねうん、まあ,あ制作まあ雇われ店長でございます八木といいますえミュア銀杏ボーイズなどを担当してますなるほどローディー駅は16年7年ぐらいですか167年ほど ミワさんとでもギナンボーイズってこうジャンル的には結構離れてるというか。そうですね。<laughs> だいぶ違いますね。<そ>自分でも連日続くとギャップでよく分かんなくなってきます <laughs> そうですよね。急、えー、太郎です。担当ミッシャンはフラワーカンパニーズ、うん、ボーディーズが今メインですね。はい、なるほど。はい。じゃ結構ロックな感じというかこう厚い系。うんなんかそんなになっちゃいましたね。<laughs> なんか流れで。<laughs> なるほど。 でどれぐらい 20, 20年ちょいやってんのかな<ー>えー、上田ですレッキは7年目になりました、はい、担当アーティストという担当アーティストがいないのでオーラルとかオーラルシガレッツとフレデリックは田村先輩がチーフでやってるんで <laughs> よくトラで行ってですけど,どそんなにもう ないです。でも女性テックってあんまりいないですか？そうですね、いないので女性がいいって言われる現場に行くことが多いです。るピアノとかそうはそれはそうですね。なるほど。じゃあ今日よろしくお願いします。いいすお願いします。はい。それではいろいろとお話を聞いていきましょう。最初の質問はこちらです。ドン。テックってどんな仕事？まあライブとかをね、よくこうライブ映像とか見てると、こう曲感でギターを変えるときに。 こう後,後ろからこうギターを持ってきてくれる人 <laughs> みたいな,なんかそういうイメージはありますよね、えー、と八木さん、はい、テックってどんなおショーですかどうですかね何でもやっちゃ何でもないなんですけど、はい、もう一つのバンドに一人しか行かないような現場とかは、はあ、ロあのドラムのチューニングだったりもするし、はあ、ギターの弦も張り替えてセッティングも全部したり、はあ、っていうのもあるんで、はあ、やっぱ全般的な。 ものが多いっすかね。<ー>とかまあ一人ギターテックとしていくときはやっぱりまあシステム組んで音作りから始めてミュージシャンがパフォーマンスしてるときに音色の切り替えとかもこっちでやったりもしますね。うん、袖で、うん、音色の切り替えっていうのはこうギターボーカルの人とかがこう歌いながら前に行っちゃったりしてそうですねああした時とかに切り替え袖で切り替えたりしてとかもりすなるほどあります。じゃあもう。 本当にこうミュージシャンの音を作っていくところから一緒に関わってことです、ね、やりますね。ドラムのチューニングもやるんですね。一人しかいない時は <laughs> まある、ね。そうです。それこそ宮藤さんとかは多分。じゃあもう鳴ってる音すべてに関わっていくっていう感じなんですか。そうなっちゃいますね。でも最初にこうテックにやられる時ってその自分がこう得意だったまあギターだったりベースだったりから他の楽器のこととかも全部こう。 覚覚ええていいいくというか、まあ、覚えざるを得ないですもんでもドラムって言ってもいろいろ種類あるわけじゃないですかパールであったりヤマハであったりタマであったりラディックであったりとかそれも全部特徴をこう覚えながら。基本はメンバーの意向ですよ、ね、<ー>なんかこうしたいみたいな感じでじゃあこんな感じっつったら「ちょっと違う」って言われて「どう?」みたいなの<ー>なんか。 話しながらやっててトータル的には PA さんがオッケーだったらいいのかなとは思ってるんですけど、なるほど,るほどいい音よりやっぱりこう P ミュージシャンと PA の間に立つというか音作りの面で面でそういう間に立ちながら音を考えていくみたいな、えーまあそ,ね、そう思ってはいますけど、どまあそれも現場で違いますよね。ー今 PA もまあアナログだけからこうデジタルにこう移行していったじゃないですか。<laughs> そこでなんかこうギターの鳴りとか。 変わっっててきたたななみたいなとかってありますよその辺山本さんとか詳しいんじゃないですかねあのー、まあ時間がちょっと長いこと言っただけで特にあんまりこう、あのー、深,い深く考えないでただ気が付いたら30年経ってたぐらいの感じ <laughs> あんまりなんか。 僕がこういうことを喋るのってなんか全然お門違いな感じいいいやいやいやそんな僕の清代さんのライブでこうマントをかけに行かれたりしてました僕ライジングで清代さんがライブ出た時に僕あの現場で働いてたんですけどあのマントをかけてた人がシャブさんだっていうことをなんかやっと分かったというか。<laughs> <laughs> 楽器のことをよく知ってるかって言われるとそうかな。あんま自信ないんですそこは。ええー。とギターを作られたりとかこういろいろやられたりとかする中で、なんかこうミュージシャンの特徴に合わせて音を作ったりするっていうこととかを考えられたとか。うーん。まあでも自分がこうしたらかっこいいから好きだなみたいなところでそのミュージシャンの人もそれに一緒に乗っかってなんかこうまあ。 提供してるというか、なんか一緒に遊んでもらってるみたいな感じです。感覚的には。なんかこう仕事でなんか遊びの延長みたいな感じですかそうですね。あんまり仕事っていうか、なんかこんなあのツアーとか連れてってもらって楽しいことしてさらにお金までいただいて、今度申し訳ないな。でもいいですよね。そうですよね。ありがたいことで。